とにかく失敗の数が多い方がいいってことはもう間違いなくて、今に集中する上で意識すべきこととか、今の時代が鍵なんで。どうも、しゅんです。こんにちは。今回は茂木さんにですね、大学生がやるべきことっていう広いテーマでいろいろお聞きできたらなと思ってます。実際の大学生2名にも来ていただいているので、気になったことがあったりとか、それにしたいことがあったら、はい、随時聞いていただけたらなと思ってます、はい、お願いします。特に大学生ってこだわってないんですけど、例えば20代とか若いうちにこういうことをやっておいた方がいいよっていうところを森さんにお聞きしたいなと思うんですけども、とにかく失敗の数が多い方がいいってことはもう間違いなくて、あえて失敗してほしいですね。ディープマインド社の人工知能とかでも失敗した数だけ学習曲線上がっていくんで、とにかく失敗しないやつはダメですね。若ければ若いほどいいとかってあるんですか？年齢関係なくやってほしいんですけど、大学生でもそろそろプライドとか自分らしさだとか、そういうのをとらわれちゃってるとこれができなくなっちゃう。らしさってのは一番良くないんですよね。確かにらしさを求める時期でもあるなと思って。らしさは仮説ではいいんですけど、常に修正されるべき仮説なんで、そこにこだわりすぎて。そうですね。他にこういうところを早めにやっといた方がいいとか、こういうところに意識して日々の日常生活を送った方がいいとかってあります？自分を取り囲むネットワークがどういう構造になってるかっていうのをちゃんと思い描いて、弱い絆の理論っていうのがあって、新しい仕事とか偶然の幸運は弱い絆から来るんで、例えば友達の友達の友達あたりに実はいいものを持ってる人がいたりするっていう。そこに対して敏感になっておく必要がある。そこのところにいかにアクセスするかっていうことが実は学生時代は一番大事な。広げる意識を持つっていうことですね。それが偏ってないかとか、そういうことはチェックしていただきたいなと。一つのコミュニティに偏るとどうしても思想とか視野が狭くなりがちってことですね。そこをうまく設計するみたいな視点ができるとベストですね。今 SNS とかで広げることはしやすくなった一方で、実際に会って仲いいコミュニティがどれだけあるかって言ったら、やっぱ少ない人が多いと思うんですけど、はい、それをより増やすためにできることとして、もし何かあったら教えて。ですね、動物行動学的に言うといわゆる毛づくろい、グルーミングと呼ばれるところまで行かないとダメなんですよ。一緒にお酒飲むとか一緒に何かするでもいいんですけど、それでお互いに絆があるっていう感情を持つところまで行かないとダメなんで、そういう形で毛づくろい行動をするっていうのは非常に重要ですね。お互いに弱みを見せるとか、共通の敵を作るとか。広げるだけじゃなくて、広げた先にちゃんと深さも一定レベルでいかないと、ただ広げただけではダメっていう。そうですね、初めて会う人とかでも自分がワクワクする瞬間が一緒だったりとか、学問的な興奮の分野が一緒だったりすると急に距離縮まる。そうですね、いわゆるベイズ推定って言って、みんなが好きなものを好きって言ったって別に大したことないじゃん。確かに。そうじゃなくて、意外とレアなものが好きって、そうなんだ、俺もなんだよっていうのは意外と近くなる。なるほど。他にあったりしますか？必然かな。なんで自然いいのかっていうと、人間の評価って一種類じゃないかなってことがよーく分かる。恋愛って、自分がコントロールできる部分をやりきってもどうにもならないんだって思う経験ってビジネスでもあると思うんですけど、それを身近に体験できる、強烈だもんな、すごくいい手段だなとは思いますね。それが分かるっていうことが人間としてすごく成長することにつながるんで、どんなに努力してもダメなものはダメだから。いや、そうなんですよ。どんだけ好きと言ったとしても生理的に無理って言われたら仕方ないんじゃないですか。でも逆に全然努力しなくても向こうが好きになることは、人間関係をあんまり相手に期待しすぎないし、でもちゃんと誠意を持って向き合うっていうようなことを恋愛って学べやすいかな。視聴者の中であったりとか、皆さんもそうだと思うんですけど、社会に出て活躍したいって思ってる方多いと思うんですよね。大学生にやるべきこととは若干ずれるかもしれないですけど、社会に出る上で活躍する上で今から意識しておいた方がいいこととか、やっておけばいいこととかがあったら教えていただきたいなと思います。現場でとにかく全力を尽くしてほしいんですよね。どんな現場でもいいから、とにかく死のごの言わないで、営業だったら営業で全力尽くしてほしいし、会議だったら会議で全力尽くしてほしいし、会議とか仕事の分野においてペースごとに全力を注ぐことはできるんです。だけど仕事とかプライベートとか友人とか恋愛とか、カテゴリーごとにその場に集中するみたいなこと結構難しい。なるほど。じゃあ今に集中する上で意識すべきこととか、それはおそらく今やってる仕事とか何でもいいんですけど、それにフルスイングで集中しきることなんだよ。実はやりきってないんだよね、そういう人って。中途半端で本当にやりきったら、きっと誰か他のところに会ってる時はもうそのこと関係ないみたいな。一つの例で言うと、秋元康とか会うと作詞の話とか一切しない、当然だけど、絶対自分の話しないから、やりきってる人ってそういうところある。確かに。
今の時代チームワークが鍵なんで、やっぱりいかにチームワークを成り立たせるかっていうことが、実はね、小中高までは全然日本の教育ってできてないんですよ。それをやるために MIT の研究組織がいろんなことを研究して、結論としては社会的感受性というね、ソーシャルセンシティビティが重要だっていう結論を出してるんです。これはどういうことかというと、今ここでもなんとなくこいつ今ちょっとなんか言いたそうだなとか感じ合ってるじゃない、うん、これ今のグループワークなんだけど、それができることが実はチームのパフォーマンスとすごく関係があるということが分かってて、会社とかでもプロジェクト進めてるときに、これちょっと無理なんじゃないですかとか、逆にこれちょっとペース遅すぎですよねみたいなことをメンバーが感じていたときに、それをちゃんと受け止められる能力ってのはすごく重要で、これはやっぱり学生の時代に身につけておいてほしいなと。今からできることとしては、見ようとするっていう意識はすごく大事だなと。それが大事だという価値観を学生時代に持つっていうか、学生時代ってどうしても成績だとかそういうのでマウントしやすいじゃん、うん、そこはそんなに大事なことじゃないよっていう。高校までは全くそういうのないから、うん、社会に出るとチームワークがいけないこともあるから、大学時代にトランジションというか、それを済ませるといいのかなと思うんですけどね、うん。ということで、今の森さんの話を聞いていただいて、明日からの生活に生かしていただけたらなっていうふうに思います。ということで、森さん本日は長い間ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。